お食事はちょっと待って、持つとこまで汚くなってる。ないや。そう、もう9時だよ。眠いよね。私も今日マジめちゃくちゃ眠い。レッスン頑張ったんだ今日。もうね、たくさん覚えることがいっぱいで、もう頭パンクしまくり。じゃーん、ヨーグルトです。ナタデココ入りのヨーグルトです。これを食べます。シチューではありません。あとでココ入りのヨーグルトです。うん、うまっ。天才、天才でした。今日もあとでココヨーグルトの味が天才でした。イエーイ、大富豪。みんな大富豪やりながらショールームぜひ見てください。テロップ書こうかな。久しぶりにテロップ書いてみようかな。ちょっと待ってね。お、配信止まってない。配信いけてる、これいけてんね。テロップ書くのは問題ないのか。帰ってくるの早くない？もう爆走、終わった後爆走です本当に。うん、終わったぞ大富豪。ビーズの大きさの質問したやつ答えてくれてありがとう。あー、いえいえ、なんか最近ビーズとかいろんな質問が多くて逆に嬉しいです。ありがとう。お尻いつも動画配信ありがとう。今度もお尻に出会ったら忖度するよ。えー、ありがとう、優しい。口紅色変えたの？え、うん、変えてないよ。ずっとこれだよ。あ、タコさんありがとうございます。大富豪キープ。お、すごい。私はさっき大富豪に塗りすましてました。今日は、今日の夕食はヨーグルト、ナタデココヨーグルトです。うまい。お尻やバターゲット。え、すごい、ありがとう、ゲットしてくれて。傘がたくさん、ありがとう。お、大富豪になれそう。みんな大富豪頑張って、大富豪頑張って。課題が多くて大富豪できそうにないや。まあそういう日があってもいい、全然いいです。私もレッスンとかに追われてる日は大富豪できないから全然大丈夫。その代わり時間がある日はずっと大富豪やってください。おしみ、お久しぶりです。相変わらず可愛いな。ありがとう。お久しぶりです。わからないですけど。あ、傘だ。可愛い傘。19歳の誕生日に SK に会えると思うと幸せすぎる。え、そうなの？おめでとう。あ、関ヶ原のあの、あれの日か。
楽しみだね。傘がたくさん、ありがとう。嬉しい。梅雨はもう終わりましたか？ところで、もう終わりましたよね。さすがに、さすがに終わったよね。ほんと、え、てか待って、今日ずっとレッスン上でこの服で寝てたけど、絶対この服汚いんだが、着替えればよかった。汚っ、汚っ服で今配信してます。え、そう、新曲リリースされるか、あ、虹だありがとう。うわ、すごい、虹、幸せな気持ちになっちゃうね。ちょっとすごい声変わっちゃったもん今一瞬で。大富豪ちゃんです、大富豪ちゃんです。あ、ちょっと私のベッドが恥ずかしい、生活感がすごい、ベッドの生活感が。ハートもたくさんありがとうございます。私も明日できたら大富豪たくさんしたい。うん、傘ありがとう、大富豪です。幸せ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 。傘もかわいい、ありがとう。うわ、待って、カードめちゃくそ、見て、みんなカードクソだから、大富豪ちゃんなのにこんなクソ、やばい、まずい、これはまずい。かあさかあさ、おしりんのアバターが今出た、すごい、変えてよ、おしりんのやつに。私も変えたいんだけど、自分のに。いや、まだ出てないんだけど、自分の。5日の公演見に行きます。早くおしりんさんに会いたいです。ありがとうございます。ちょっと最近公演ないもんね、なんか。うわ、怖い。待って、負けそう。都落ちそう。シリン大富豪グランプリ70位にいてびっくり。え、高いのかな、70位、どう、わかんないんだけど。でももっと高いメンバーとかいるでしょ、全然。もうよく都落ちしちゃうので本当。あ、てか、あのなんとかの袋みたいな、幻の袋みたいなやつ使えばよかった。よく都落ちしちゃうから、全然ポイントとかすぐマイナスになっちゃいます。私、おしりのアバターでありがとう。え、お尻に着替えたの、ありがとう、嬉しい。勝ちました、大富豪。
星がたくさんだ、ありがとう。自分もおしりに悩み相談したいな。え、なんで？したらいいじゃん。なんでだ？どうしたの？なんかあったか？虹だ！かわいい虹。ねえ待って、本当に虹って幸せな気持ちになる。ありがとう。幸せをありがとうございます。安定のお尻アバターです。嘘、悲しい。私も欲しい。なんか、あ、指怪我してます。なんか今日ちょっとこれ悲しい話ね、なんかちょっと嫌な気持ちになる話なんだけど、ちょっとなんか誰一人で行ったからちょっとなんか話したくて話しちゃうんですけど、今日スーパーに行ったんですよ、さっき帰り道に。そしたらなんかもう店員さんにブチ切れてるおじさんがいて、すごい嫌な気持ちになりました。その店員さんはなんか海外の、多分海外から来てる方で、多分日本語があんまうまくさできないじゃん、そういう人って。てかもうほんとすごいよ、そういう海外から来てるだけでもすごいのにさ、お店で働いてるってだけすごいのに、なんかすごい怒鳴り散らかしてるおじさんがいて、すごい嫌な気持ちになりました。なんかやめてあげてください、そういうの。本当やっぱね、コンビニとかも店員さんは海外の方多くて、なんかちょっとやっぱよくイライラしてる方を見るんですけど、なんか逆の立場で考えてみたら、自分がもし海外になんかね行って、でお店で働いてる時に、まあ、そんなよくわからない英語とか聞いてさ、なんか苦戦、ありがとう、すごい、うわ、大野さん、大野さんじゃない、大野さんめっちゃ傘投げてる今日。うわ、虹もありがとう、幸せな気持ちになります、ありがとう。なんかちょっとごめんね、なんか嫌な話しちゃったんだけど、でもなんかちょっと聞いてほしくて、でも今すごい虹で心浄化された、ありがとう。いやもうほんとすごいと思う、海外の人がやっぱ日本に来て、しかも日本語ってめっちゃ難しい言語って聞くじゃん、そんな中でやっぱなんかね頑張ってるのに、なんかすごい怒鳴り散らかしたりしてる人とか、コンビニとかでなんかすごい偉そうな態度取ってる人とか見ると、なんだこの人と思って、もう一回海外行ってなんか経験してこいって思うぐらい本当に嫌な気持ちになって、ちょっと帰り道にとても嫌な気持ちになってしまいました。皆さんはそういうことしないように気をつけてください。きっとしてないと思うんですけど、うん、ねえちょっと嫌な気持ちになるよね、ほんと。ありがとう、みんなギフトすごいたくさん送ってくれて、めっちゃ腰低いおじさんです、やばい腰低いおじさんいいと思います、とても。そう、あとなんかタクシーの運転手さんにも優しくできない人とか時々いるじゃないですか、もうそういう人見るとなんでって、なんでって思っちゃうんですよね、すごい嫌だ。まあ確かにちょっとね、なんかね、タクシーの運転手さんおしゃべりな人多いなとか思う時あるけどさ、ねえいいじゃん別に、おしゃべりぐらいしようって思うよね、ちょっとね、いつも思うんだ。今
言葉遣い悪い人を見るとイラッとするよね。あ、でもそれはちょっと、あの、私も言葉遣い悪いんで、ちょっとそこら辺には何も言えないんですけど私も言葉遣いは悪いから言えないんだけど、でもやっぱなんか理不尽に怒るのはちょっと良くないかなと思いました。ちょっと今日の嫌な話でした。え、ちょっと通信が切断されたんだけど、どういうこと？ちょっとちょっとちょっと、大富豪ちゃんどうしたの？やばい、最悪な状況です今。復帰できなかったって。ちょっと大富豪画面に戻されました今。 Wi-Fi かな、 Wi-Fi が良くなかったんか。大事な1回の対戦、うわ大貧民になってる。都落ちしたんかな、さっきの対戦で。ショッキング。あるある通信やら、 Wi-Fi のせいではないのかな。 Wi-Fi つけよう。ちょっと大貧民はないぜ、頑張ってたのに今。あねえ、またダメだった。ちょっと待って、 Wi-Fi がいけないの。でも Wi-Fi が悪いとしたらおかしいよね。ちょっと今これを配信できるわけがないから、どういうこと？大富豪あるあるたまにあるよね。でも私もよくあります、最近よくやってるんだけど。クマちゃん、クマちゃん投げてくれましたか、ありがとう。おしちゃん新企画見てよ、ありがとう。 YouTube 見てくれたのかな。釣りに行きました続き気になっちゃうよね、あんな見たら。私も普通に気になってる。そうだよ大野さん、さっきすごいね、めっちゃ傘投げてたから。うわ迷う、何出そっかな。うわ何出そう、まあいいか。釣りが趣味になりましたか。でも普通に釣り楽しくて、なんか今度焼津帰ったらなんかお姉ちゃんと一緒に行こうかなと思って、お姉ちゃんとお姉ちゃんの旦那さんと行こうかなと思ってます。あ、待って負けそう。うーん、都落ちました。てか皆さんも大富豪やってますか。当たるといいですね。SK 知らない釣り好きの友人に紹介しとく。本当？でもそんな釣り好きの人がいたら引いちゃうぐらい、そんなマジ素人だからあ、でもアドバイスしてほしいですね、私の釣り企画を見て何がいけないのかとか、どういうことをしたらいいよみたいなとか。え、そう、八重洲にあの千秋ちゃんと同じように地域おこし協力隊やってる三浦愛さんがいるんですけど、いや何回もね釣りのね約束をしてるんだけど愛さんとね、だけど全然もうほんと一生行ってなくて申し訳ない。マジ何回約束したかわからん、ほんと
ライフ号やってる？えらい、みんなありがとう、よろしくお願いします。ぜひ K2 推しでやってください。10連勝しちゃっててメンバーに全然会えない。え、すごくない？それ泣かなくていいよ、全然、マジすごいことだから。しかもね、なんか意外とあれなんだよね、大富豪じゃない称号でやってるメンバーとかもいます。ゆきちゃんとか結構そう。今中ちゃんのショールームはタワーすごいよ。え、なんで？なんで中ちゃんどうしたの？今日はタワー祭りなんですか？小学校卒業してから身長どのくらい伸びましたか？え、どんぐらいだろう、全然知らない。どんぐらい伸びたんだろう。てか小学校の頃の身長とか覚えてる？私全然覚えてないんだけど、普通覚えてるもんなのかな。ゆきちゃんと昨日2回連続対戦したよ。え、すごい。てかゆきちゃん、え、試合近いのに、忙しいのによくそんな、すごいね。お尻のアバター来た。え、嘘、すごい、羨ましい。私も欲しいよ、自分のやつ。マジでタワーすごかった。え、嘘、そんなにタワー立ってるの？なんか気になっちゃうね、見たくなっちゃう。見に行かないけど行かないんかい。あ、ミヤコ落ちした、ごめんみんなごめん、2回連続でミヤコ落ちするなんてちょっとやばいやばい、普通にやばい。今日調子悪め。私ずっと富豪で全然大富豪になりません。え、でもずっと富豪なのもすごくない？それもすごいって。全然、私は今日もなりすましを使います。今日ゆきちゃんの試合見てきたよ。いいな、もう絶賛、レッスンの休憩時間中ぐらいで、休憩時間ぐらいにちょうど1試合目が始まって、でもう始まった時、多分ゆきちゃんが試合してる時には全然普通にレッスンしてたので全く配信が見れませんでした、残念。初めてなんだけど見ないの。今日山下さんの試合めちゃ見たかったんだよね、本当は。ちょっと後で、あ、でも後でじゃないわ、多分配信あったら秒で寝る。もうね、今日本当に眠いんだよね。今日ミナルンさんが大富豪やってるらしいですけど、対戦し遭遇しましたか？え、してない。ていうか私がまず今日本当ずっとレッスンだったから、今本当朝ぶりにやったぐらい。大富豪全然今日やれなかった。レッスンの合間とかやろうかなと思ったけど眠すぎて寝てたずっと寝てた、レッスンの合間も。お尻のきらめきいただきました。お、すごい、きらめきって結構すごいんじゃない？そう、山下さんとさき様との試合のやつ見たかったから、後でアーカイブあるのかな、アーカイブみたいなのって見れるのかな、見たいな。
今日じゃなくてずっと眠いのでは。え、でも本当に昨日はちゃんと7時間寝たんですよ。7時間が私の寝不足か寝不足じゃないかの基準なんですけど、7時間寝たのにもう全然眠くて、今日9時からレッスンがあったんですけど、もうずっと眠くて、なんか先生にも申し訳なかったです。多分もう眠くて、眠いけど話聞かなきゃだから、もうこんなんでこんなもう眠い、目閉じちゃうけど起きなきゃって感じ。もうこんなんでほんと目半目でずっとレッスン受けてました。眠かったな、ほんと申し訳ない。あくびもめちゃくちゃしたし、でも話聞いてますよって態度は絶対取りたくて、やっぱ眠くても聞いてますよっていうのは取りたくて、もうはいはいってはいって、それだけはちゃんとやってたんだけど、もう眠くて大変でした。明日の原稿におしりのこと書かせてもらいました。え、何よ、大野さん何してくれたんですか。そう、本当に眠くて。対戦ありがとう、お尻にいいカード全部取られましたさっきの対戦かな、割とそういいカードばかりでした。仕事が忙しすぎて2日ぐらいお布団で寝てません。つらい、それつらすぎる、やだ、もう考えただけでつらすぎる。お布団が一番大好き。眠そうにしてる時って周りから結構バレるよね。いやもうほんとずっとあやめろに言われたもん、なんか、え、眠いですよねみたいな、あ違うわ、エナかな、エナに言われたのかな、ずっと眠いですよねってバレてた、眠いの。今日は散髪行って、その後草刈りのバイトしてきた。えらい、今日もみんなえらい。革命しちゃおっかな、ちょっと富豪ちゃんが、あ、でもちょっとあ、待って、あれ待って、モモタンでチームイじゃないっけ、チームイじゃないのか、やばいやばい、申し訳ないことした、うわ意地悪しちゃった、富豪の人に意地悪しちゃった、めちゃくちゃごめんなさい。え、どうしよう、マジ人として性格悪すぎて申し訳ない、ごめんなさい。うわ最悪だ。なんかももたんってさ、なんかあの須田さんのこと大好きじゃん、だからすごい S、 何 E ってイメージがついてんのよ、 S だよね。ちょっとやらかしら、申し訳ないな、この人ごめんなさい、本当にマジ悪気はない、マジでごめんなさい、え、ほんとごめんなさい、不法の人すいません、ちょっとやらかしてます、ごめんなさい、ほんとに。ちょっと最近はやっぱなんかチーム E の方が不法だったら申し訳ないんですけど、革命して終わったりとかして、まあちょっとあのあれしてるんですけど、ちょっと意地悪しちゃってるんですけど、ちょっと今なんかももたんが不合、ももたんのカードを使ってる人は不合だったから、ちょっとなんかやっちゃった、ごめんなさい、革命してしまいました、結構反省してるこれガチで、申し訳ない、反省ですね。大丈夫かな、上がれそうかな、ん、いけるんじゃない、マジごめんなさい、ほんとごめんなさい、スタンプあったら得意に使ってる、ほんとごめんなさい、もういっぱいいっぱいクラッカー鳴らしとこう。無事上がれました、
富豪の方が富豪で焦った、申し訳ないことしたわ。あと30分、あと30分ゴールデンベッドタイムがやれます。頑張りましょう。今回は、はい、わかりました。今回は富豪さんが S の方ですね。革命も作戦のうち、そうだよね、そうなのよ、そう思ってやってたんですが、ちょっと今は本当に最悪なことをしました、人として。ルーちゃん、ももたんは大富豪しててもいい子感がめっちゃ伝わった。え、いい子感がめっちゃ伝わる大富豪ってどんな？ももたん今日とんでもないコスプレしてた。どんな格好してたの？気になっちゃうんだけど。ああ、革命されちゃった。ルーちゃん推しに。仕方がないな、これは。ももたん、え、何、伏せ字になるようなもののコスプレしたの？ちょっとダメだよそれは。何、どういうこと？何、星丸、星丸のぬいぐるみ、これ伏せ字なのかな。うんこか、好きだよねマジ。なんであんな好きなの？うんこのスタンプみたいなさ、キャラクターみたいなやつ子供やな。いいカードです。わ、傘だ、ありがとう。もうちょっと待って、今日眠いかも。眠いモード入ってきたかもしれない。もうちょっとゴールデンベッドタイム終わったら、そうするとお風呂入って寝ようかな。急に眠くなってきちゃった急マジで。ももたんと推しでもしかして10歳差？え、10言ってたっけ。え、10も言ってた。9ぐらいじゃない？そんなん言ってないでしょ。星に質問していいですか？ピアスはするの？穴は開いてますか？
開いてますよ。ピアスは最近はしてないけど、一応塞がってないと思う。ここは一個塞がっちゃったけど、開いてます。時々します、気分で。いやマジ眠くて、本当に眠い、マジやばいんだけど。待って、ブログとかも書いてないし、メールもいつしか送ってないのに今日最悪、ごめんね、送るね。ももたんは今年15歳。え、じゃあさ、え、じゃあ10歳差だわ。うわー、10歳差か、つらい、つらいな、10歳差はきついな。2006年生まれ、えぐ。私は1996年生まれです。ちゃんと10歳差や。え、アーヤの身長より高いの？やば、マジか、めっちゃ身長伸びたね。あ、わかんない、もともと高いのかな、バカ高いやん。ハートありがとう。何出そう、迷っちゃう。にゃん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 、え、私美恵子さんと10歳差？そんなことある？美恵子さんもっと若くない？え？本当？そんな差あったっけ？てか、だとしたら美恵子さんすごくね？めちゃくちゃ若いやん。体が若いわ。あんな私より元気だったわ、毎公演。本当に10歳差なんだ、知らなかった。さっきお尻に当たったよ、ありがとう。ボーリング企画でも、企画でももちゃんと絡み面白かったよ。いや、てかももたんがおもろい私じゃなくてももたんがマジでおもろかった。すごい、美恵子さんの10歳差だったんだ、知らなかった、すごい先輩だ。おしりんと釣り行きたい。いや本当ですか、全然別に楽しくないですよ、そんな私と釣りしてもボケーっとしてます多分。あと20分、ゴールデンベッドタイムが20分で終わってしまいます。
今レオナちゃんと遭遇してるけど、もしかしてお尻押しスタンプをしても返してくれへん。やば、ガチなんじゃない。大富豪ガチ勢なんじゃない。うん、人見知り発動されそう。別に、あ、でも人見知りしちゃうかもしれないですね。短期間で釣りイベントしてほしい。してみたいけど全然なんか素人なんでそんなできない。もうちょっと頑張んなきゃ。メンバーでこの人には勝てないと思う人いますか？みんな勝てないよ。みんな可愛いし、ダンスうまいし、歌もうまいもん。お、すごい。貧民なのにジョーカー持ってる。私、ジョーカー一個も持ってないのに、羨ましい。手が高い申し込みしようと思ったら、iCloud のメアドだから会員になれなかった。厳しい。そんなことある？厳しい。手が高い、来てくれよ。オンラインだけどよ、来てくれよ。待ってるぜ。今日は全然勝てないです。やばいじゃん。やばいよ、抜かしちゃうよ。とか言って脅して、ランキング抜かしちゃうよって。大富豪ちゃんです。やばい、マジで眠くなってきた。落ち着いて、落ち着いてじゃない、頑張って。私眠いの我慢するんだ。うん、傘ありがとう。こんなわさわさなことある？起きたらこんなわさわさでした。ありがとう。ちゃんとできてます？今配信できてます？やばい、止まったかな、止まっちゃったか。それはやだぜ、ずるいぜ。止まってない。あ、よかった。なんか充電があと 10% になっちゃって止まっちゃいました。ごめんなさい。今日 iPad でずっとフリー V を見てたから充電がなくなったらしい。よし、あと15分だ。頑張れ頑張れみんな、頑張れ私。いや寝たいよね。でもマジでゴールデンベッドタイムだけはガチるって毎回決めてる。なんか最近聞いたみよまるの名言がありまして、みよまるってめちゃくちゃ大富豪頑張ってるじゃないですか。そのみよまるの名言を、まあ噂人づてで聞いたんですけど、ゴールデンベッドタイムに頑張るのは当たり前らしいです。問題はその他の時間にどれだけできるかっていうのが大切っていうことを言っていたと聞いて、素晴らしいと思って、みよまる先生素晴らしいと思いまして、さすがだなと思ったので、ちょっと私もそれを本当に
教訓としてこの1ヶ月、この6月中は生きていこうと決めました。その名言を聞いた日から。なのでお風呂から出て髪の毛を乾かしてる間とか、なんか筋トレとか、足のなんかね、ボディクリームとか塗ってる間とか、なんかそういうちょっとした時間も使って、ちょっと今月は大富豪やってますので、深夜3時とかにもし出会うことがあったとしても、もうなんか文句とか言うのやめてください。隙間時間を考えてやってるので言わないでください。はい、宮丸先生が言ってました。まあ何って結局言いたいことは、本当に深夜にやってても怒んないでくださいっていうことです。もう深夜とかもう5時とか4時の早朝の時間にやっていても、もうちょっとお尻何やってんのみたいな、そういうのダメだよみたいな、そういうのは言わないでください。こちらもガチなんで、本当にガチで、やっぱファンのみんなの頼みに、そして K2 のために生きてるので、よろしくお願いします。深夜に出会えたら嬉し泣きする。本当ですか？でも私結構本当寝る前のストレッチ中とか、あ、なんだっけ、これなんて言うんだっけ、筋膜ローラー中とかずっとやってますよ。割とだから本当寝る直前に会える人も宅配るかも。お尻も十分頑張ってるよ、えらい、優しい、ありがとう、ごめん。でも私は時々、ほんの時々、まあでもゴールデンベッドタイムはやってるけど、やっぱちょっとお仕事がある日とか、なんかお仕事の休憩時間とかやればいいのに、やっぱ眠いと思って、自分の睡眠時間を優先してしまう時もあるので、やっぱ全然です。ほんと私なんてまだまだです。宮丸もよく当たる、こんな時間にって。あー、ちょっとでも分かんないです。未成年の子とか、やっぱそういうなんか学校通ってる子はちょっとやっぱ深夜にやるのはいけないと思うんですけど、私的にはですよ。けど私はもうほんとね、もういい年ですし、そんな、ね、ニートって呼んでるような人間なので、言われてるような人間なので、別に何時にやってもいいかなと思うんですけど、いや時々ちょっとやっぱそんな時間にやっちゃダメだよって言ってくれる人がいるので、ちょっと言っておかなきゃなと思いました。全然深夜でもやってます、すいません。え、クマやばいよね、ちょっとやばいよね。でもこれメイクしてるんだけど、今日はちょっとやばいよね。月から土曜まで学校なので、この1時間しかできないのが本当、ケツ押しの方には申し訳ないです。意識高すぎ、意識高すぎ、いいやつすぎ。全然気にしないでください。1日に1時間もできたらもうそれは立派です。本当にありがたいです。 K2 にとても貢献してくれてると思います。それはありがとう。そんな言ったら私だって本当に1日そのゴールデンベッドタイムしかできない日もあるし、マジで気にしないでください。その分私が、やっぱこれメンバーがどんだけやるかが大事なんで、その分私がもう暇時間ずっとやるので大丈夫です。ありがとう。そう、でもね、このねゴールデンベッドタイムが終わったら、ちょっと早めですけど配信終えて、ちょっとブログとメール送って、でお風呂入ってもうさっさと寝ます。それは決めてるので全然大丈夫。1時間ぐらいは。大富豪この前3万回超えた。え、すごっ、やばいね、やばいじゃん。
眠い時に大富豪すると出す札間違えるよね。いやもう眠くなくても間違えちゃう。だって昨日さ、昨日だっけ、反則しちゃったもん間違えて。恥ずかしい。やってるってだけで素晴らしい。いや本当にそうです。なんか1対戦でもやってくれて K2 にポイントが入ったらもうそれだけで本当にありがたいのでよろしくお願いします。みよまるちゃん大富豪2台でできるみたいだよ。やばすごいね。私は1個しか脳が回んないので、なんかこっちでだあのなんだっけジョーカー2個出たなとか、こっちで今こんな状況だなとか考えれないからすごいと思う。しおりちゃんが頑張ってるから私もこの時間頑張ります。仕事残ってるけど、ありがとう。でも仕事も頑張ってありがとう、頑張ってくれて、はあはあ、でもさもうさ26日だから1,2,3,4,5,6 あと4日ですね。あと4日終わったらもうイベントも終わりなんで最後まで頑張りましょうか。私も暇な時間あったら大富豪動かしますね。はい、あと7分ですよ。ゴールデンベッドタイムがもう終わってしまいます。もうね昨日からねなんか筋肉痛がすごいひどくて、なんかずっとふくらはぎが痛いんですよね。なんでだろう。そんなまだ踊ってないんだけどね。あ嬉しい。みんなで頑張りましょう。頑張ろうって言ってる。ありがとう。頑張りましょう。マジでもうほんとでもあとちょっとだよ期間。すぐなんで頑張りましょう。朝4時メンバー2人と対戦したよ。嘘。やっぱみんな朝やるんだね。はあ。話変わるけど、お尻と同じ青黄色の鉛筆箸買ったよ。嘘。一緒じゃん。えらい格好あるので朝早起きしてハートがなくなるまでやります。えらいありがとう。スマホとタブレットで大富豪、もう一台のスマホでショールーム。お忙しい。ほんとそうだよね。ごめんなさいねこんな時間に、みんなが頑張ってる時間に大富豪してしまって。でも配給は唯一この9時の、はあ、9時の時間が一番自分にとっての自由な時間っていうか、なんか何してもいい時間というかって感じだから、大富豪しながらなんかできることいつもやってるから。あれ何伝えたかったんだっけ、今忘れちゃった。何の話したんだっけ、忘れちゃった。おしちゃんがやれないときはいつも以上に頑張ります。ありがとう、えらいぞ。でも実際どうなんだろう、差広がっ差縮まってないかな。今いいと、いいが追い上げてきてる感じで、今どうなんだろうな。最近ランキングあんま見てないんだけど。あと4分、2回できたらいいけど2回はできないだろうなこれ。1回
大富豪で上がって終わりたいな。ごめん、本当あくびばっかしちゃって、ラス1かな、次の大富豪がゴールデンベッドダイマン。ちょっと私は今から一旦寝て、一旦寝たらやばいかな、一旦寝て、ほんと深夜の2時ぐらいに起きたいんだけど、一旦寝たらやばいかな、一旦寝て夜に動き始めようかな。眠い、寝たら終わりかな。でも時々やるんですよ、ちょっと一回寝て、起きるのいつも2時なんですけど、2時に起きてそっからなんかお風呂入ったりいろいろするのが好き。もうそれで気づくともう8時とかなっちゃってるんですよね。いきなり1出してくる人いる？強ない？カードもしかしてめっちゃ強いのかな、この貧民さん。待って、無理だよ、無理だからね、やめてね。革命とか3000戦、あれこれ何、3000千万差、3万差？どんくらいだろう。いや革命狙いな感じあるのよ。革命されてないけど。7月5日の K2 当たって今年初の公演行きます。お尻見れる嬉しい。本当にこちらも嬉しいです、ありがとう。5分から10分ぐらい寝るのはいいよ。本当にそんなんじゃ我慢できないよ、もっといっぱい寝たい、もっといっぱい寝たいんですよ。とりあえずこの服後で着替えよう、マジ汚いから。今日本当にずっとレッスン場で寝っ転がってたから、もう多分この服ばか汚い。ハートが尽きた。あら、いやでも全然革命してこないですわ、ただただ持ってるカードが強かったらしいわかんないけど、3000万差ですか。眠い、これ終わったら配信終わります。やばいよね今日、眠そうだよね本当マジ、今日一日中眠かった。ありがとう青木りかちゃん、推しがすごく喜んでくれてる、優しい、ありがとう、おめでとう、ありがとう。忖度してくれました多分この人、絶対忖度してくれた、優しい、ありがとう。もう終わる、もう終わるよ、よし終わった。皆さんゴールデンベッドタイムお疲れ様でした。
お付き合いいただいてありがとうございました。もうちょっと眠すぎて、このまま行ってもなんか変なことしか言わないし、喋ってること多分忘れるので、もうそろそろ終わります。はい、皆さん見てくれてありがとうございました。明日はちょっと配信できるかなって感じなんですけど、まあ変わらず大富豪は頑張ろうと思いますので、皆さんも時間あるときぜひ、あー虹だー、幸せー、ありがとう、なんかいい夢見れそうな感じしました、ありがとう。今からブログ書いて、メールも送る、一通かな送ろうと思うので、ぜひ見てください。というわけで皆さんありがとうございました。なんでピースしたんだろう、わかんないけど、バイバイ、おやすみなさい。あ、あれ、手形会とサイン会の